めてきました。長野先制。前半の24分、 PK でアウェーの長野が先制に成功しています。宇野澤が落ち着いてゴールネットを揺らしました。落ち着け落ち着けという浅野監督。宇野澤は今シーズン3得点目です。キーパーと逆方向、落ち着いてゴールを決めました。